下山123は、日本の現代音楽の作曲家。青森県弘前市出身。1945年の第二次世界大戦終戦が、一つのきっかけとなり、音楽を独習し始める。青森県立弘前高等学校卒業。弘前大学卒業。大学卒業後の1955年に上京し、松平よりに支に指九1956年。 グループ20.5を結成第1回作品発表会を開く。1961年の第6回でグループを解散。1969年、イサム主催世界音楽祭に三軍の弦楽オーケストラのためのリフレクションが入選。1979年、文化庁主催芸術祭で還元学のための彩り鏡が芸術祭優秀、小受賞。 1992年、6人の奏者とテープのための風紋、V がワルシャワの秋92で世界初演。2001年、イサム主催ワールドミュージックデイズに不可教が入選するなど多数の受賞を受ける。最初期には音列技法を採用するものの、次第にその技法に疑問を感じるようになり、独自の音響哲学を探求する。ポーランド学派との出会いが、 決定的となり、ゾーン、リフレクション、エクソルシズムの3作で、国際的名声を確実にする。同世代の作曲家の中では、方角の知識も抜きんでて、豊富だったものの、方角期の作品に着手するのは80年代と比較的遅かったが、緊張力にあふれた、風の塔、不劇などの作品を発表している。ゾーンの作曲には自らバイオリンを手に取って、 特殊な効果を確認しながら作曲に当たっており身体性を重視している。風紋はテープ部分は同一ではあってもその上に被せる楽器法が全て違っているため下山の楽器法と音色美の推移が確認できる連作である。作品は多くがゼルボニ社とマザーアース社と日本作曲家協議会から出版されている。ありがとうございます。